はい、どうも、こんばんは、キートークでーす。お願いします。キートークレディオみたいな感じでしたね、今。キートークレディオ、キートーク TV をご覧の皆様、ありがとうございます。キートーク TV 初公開から10周年ということで、10年分の事件を振り返りながら未公開映像を交えてお送りします。吉勝パーキングエリア置き去り事件初回。はい、おはようございます。おはようございます。今今日7月25日仙台フライングスタジオにてライブなんですが、今仙台に向かっております。いつも4人で、移動してるんですが、ちょっと車内を映してもらってもいいですか。はい、3人しかいません。ちょっと3ピースすいません、イモム先生、ちょっとパーキングに忘れてきてしまいまして。今ちょっと急いで戻ってる次第なんですけども。びっくりしましたね。やばい、これ。ごめんよ、シャツ。普通に巨匠忘れたらしくて。え、わざと？いや。俺寝てて起きて、そのまま出発して、プルルルって電話があって、え？誰ですか？え、吉勝です。イエーイ！いやー、無事戻ってきました。ありがとうございます。じゃあちょっと一言。一言もあるか。あの頃の巨匠ギャグ。まずそら弁当ばっかだな。使えないよねこれ。今おっぱっぴー撮ってます。巨匠お疲れですね。それではスラッパーテラハラのベース講座。指引き、渋い指引きがみんな学びたいみたいですよ。4弦を弾くときは親指の位置はここでいいんですけども、今回真面目ですね。はい、3弦を弾くとき、2弦を弾くとき、1弦を弾くとき、親指をその上の弦に乗せてちゃんとミュートをしましょう。はい、これをしていないバンドマンは多い。なるほど。この映像やばいな。ちなみに僕はしません。しないのか。先生なんか力入ってません。疲れます。疲れました。もう釣りそう。真夜中の博多パーキング締め出され事件。いやー、やってしまいました。福岡で閉じ込められてしまいました。閉じ込められてしまいました。笑ってんじゃねえ。おい、殺すぞ。お前8割悪いよ。殺すぞ。おい、あー、すいません。何があったんですか、ヤイくん。早く言えよ。駐車場が12時で閉まるところで、小野くんがなんか土地狂ってどっか行っちゃった。どっか行っちゃったのが11時50分ぐらいで、戻ってきたのが12時10分で、出れなくなりました。ウィザウト巨匠。巨匠は熊本にいるんだよね。誠に申し訳ございませんでした。パシャ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 。どうしてくれんだよ。そして翌朝、オムスターみたいになってますけど大丈夫ですか。 DJ オムスター。無事巨匠の家に着きました。DJ オムスター。うぅ、 DJ
大変でしたよ巨匠。ありがとうございます。閉じ込められちゃって。どういうこと、ね、どういうこと。いや12時までだったと思って警備員とバトっちゃった。嘘。自分が悪いのか。逆切れ。あ、だって開けてくれると思ったんだもん。あー、布団最高や。満喫の床で寝てたわ俺。あれすごかったね。起こしに行ったらさ、だって普通にもう通路に足出てんだもん。とあるレコーディングにて。いやもしかしてそれ歌詞から読んでんですか。そうです。絶対吉川さんに怒られますよそれ。絶対。え、マジ絶対。なんでなんで。うん、歌詞見したくないです。やばいな、怒られたなこれ。ヤギ氏マジで。うん、これからヤギくんの鼻毛を処理します。やだ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 、やめてやめて。あ、しゅ、あ、たかった、あ、やるか、やりますやります、早くやります。いや、静かにする。動かないんだよ。イエーイ、終わりましたね、レコーディング。アピクチャーブック二人きりダンスレッスン。いくよ。ヤギ氏舐められライブ告知。キートーク TV をご覧の皆様、キートークでーす。ナナちゃんまた舐めてますよめっちゃ。やば。痛い。痛いの？目ん玉踏まれて。じゃあ。あ、めんたま。ヤギくん、ライブの告知お願いしてもいいですか。はい、来たる3月30日。3月30日、我々キートーク久々に企画をやりたいと、はい、思っています。はい、代官山ユニット代官山ユニットなんてメンツスコット・ゴーズ・フォア激鉄アフリカへもキートークの全4バンドです。イエーイ、イエス。はい、チケット好評発売中なのでこちらまでね。なんか大変なことになってるけど